おなじみのソース類が来年再び値上げされます。ブルドックソースとイカリソースは来年2月1日出荷分から家庭用と業務用のソース合わせて157品目を値上げすると発表しました。家庭用のブルドックウスターソースや中濃ソースは300ミリリットルが275円から313円に引き上げられるなど。 値上げ幅は最大で22%だということです。ブルドックは今年6月にも一部のソース類を値上げしていて、およそ8ヶ月ぶりの値上げとなります。野菜や果実、砂糖などの原材料が急激に高騰していることなどが要因としています。